朝霞市は埼玉県の南部に位置する市。人口は約14万人。武蔵野大地の中北端にある。地形は大きく荒川低地と武蔵野大地に分けられる。その高低差は約40メートルである。市北東部の埼玉市との市境を荒川が、それよりも多少西側を新河岸川が南東に向かって流れる。 中央部の黒目川の流れは初めは北向き、やがて今描くように東に向きを変える。南東部の広沢の池から発する小都川が、東部の和光市との市境付近を北に向かって流れている。上内木の一部は荒川砂岩に突き出ており、埼玉市と陸続きになっている。その都市粒で、鴨川が荒川に合流し、 合流部のすぐ下流側に、武蔵野線の荒川橋梁がかかっている。東京のベッドタウンとして人口は増加傾向である。浅香地区においては、新居差しに次いで多い人口を有する。東京ゴルフクラブの痕跡の池、ビワ湖東市中心部はかつて、膝折宿という川越街道の宿場町であった。地名の由来は、ある武士の馬がこの付近で足を骨折したためと、 言われている。この地名は1889年の町村制、施行時に膝折村として引き継がれた。1932年、東京府江原郡駒沢町にあった東京ゴルフクラブが当地に移転してきた。また、同時期に膝折村に調整が施行された。その際、クラブの名誉総裁で、 当時の皇族であった朝香宮鳩飛行にちなんで調整志向と同時にクラブの許可のもとに朝香町と改名されたこの時朝香という宮号をそのまま使用するのは恐れ多いということで一時変えて朝香となった改名理由は膝折りという名前自体に縁起が悪いという印象があったため東部東上線の朝香駅ももとは 膝折りという駅名だったが1932年の調整施行時に改称した。膝折り宿という名称は1478年に大田道館が膝折り宿に着陣したところとして、大田道館書状を打つ松平文庫所蔵文書に記述がある。2001年4月に浅香市、四季市、和光市、新座市の4市で法廷合併協議会を設置し、 新市役所を浅霞市に置くこと2005年3月までに合併することなどを決定していたが4市の住民投票で和光市が反対多数となり協議会は解散した再度2003年に和光市を除く3市で任意協議会を発足させたが合併特例法期限内の日程に間に合わないことから協議会は解散した4市の合併では 人口約45万人で、中核市を目指すとしていたが、さらに広域合併構想として、同じ地域県の富士見市、富士見野市、三好町や、地域の一部が、元埼玉県である、東京都清瀬市を合併して、約80万人の政令指定都市を目指す構想も、ある。なお合併を見越して1998年に四市の消防本部が統合され、 埼玉県南西部消防本部が誕生している。朝霞市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。地方交付税不交付団体を維持していたが2010年度を最後に財政力指数が悪化し交付団体へ転落した。検討されていた新庁舎の建設は見送られた。 産業文化センター市の機関警察消防局の機関県の機関その他の機関浅霞駅周辺と川越街道沿いに商業施設があるほか自動車関連や科学工業など多くの工場や研究所などがある。また、物流拠点として倉庫業や都心に近い地の利を生かしたコンビニ弁当などの食品製造業も多い。根岸第三丁目にあった。 石水化学工業東京工場は2015年に閉鎖。1953年に関東発の生産拠点として開設され、塩化ビニル製の缶、次手、雨とト、イホカ、住宅、上下水道向け製品を62年間生産していた。跡地は2018年から同社により、石水ハイム、朝霞リードタウンとして大規模宅地開発が進められ、 分譲小建て外区は2019年10月に町開きを行った。分譲マンションは2021年2月竣工予定。ホームセンター、食品スーパー、その他テナントからなる複合商業施設は2020年冬に開業予定。郵便番号は市内全域が351から 00XX である。浅香市内循環バスワクワク号の 車両コミュニティバスタクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。市内には、第二次世界大戦の敗戦まで2つの日本、陸軍関連施設があった。現在の市役所の南にあった、陸軍被服省と、川越街道の南側を占めていた、陸軍横士官学校である。 これらはそれぞれ敗戦後にアメリカ軍に接収され、1972年まで米軍施設キャンプドレークとして使用されていた。現在では一部の用地が1960年設置の陸上自衛隊朝霞駐屯地として使用され、キャンプノースは土地には、朝霞市立図書館、埼玉県立朝霞西高等学校、朝霞市立朝霞第一中学校、朝霞カ支援球場、 朝霞中央公園陸上競技場、青葉大公園が建設された。樹林の茂る、未利用地は、今後緑地として整備されるため、暫定的に朝霞の森が開設されている。今後は、原市役所南側に朝霞県税事務所が移転し、図書館と中央公民館の敷地一帯には、朝霞市役所を含めた複合公共施設を建設する予定となっている。 ありがとうございます。